えっと、週刊グラフで見る新型コロナ新規感染者のリバウンドが指摘されているので大阪などで緊急事態宣言が解除された今月頭からの1週間ごとの新規感染者の合計の推移を見てみます3月の前半2週間は全国的に下げ止まりの状態になっていて感染者数が多い地域の順位も数値も 細かい上下を繰り返すだけで横ばいの状態が続いていましたそれが16日を超えてから大阪での感染が急に増えて解除前の2倍以上になりました潜伏期間を考えるとまさに解除後直後から感染が増えていったことが分かります続いて同じ期間を人口10万人あたりで見てみますと 地方での拡大の深刻さも見えてきますまず沖縄で増え始め緊急事態宣言が出ていた首都圏1都3県に割って入りましたさらに10日を過ぎてから宮城県で急増しました GoToE と再開などの影響とみられますがステージ3相当の15人を超えてステージ4相当の25人も超えていますさらに仙台市と隣接する山形市にも波及して 山形県はステージ3相当になっています。